町が魅力再発見那覇町ファンクラブこの番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしますはい皆さんこんにちは。 2020年2月21日金曜日、那覇町ファンクラブ第141回目の放送です。今日もオレンジ色大好きなオレンジマンです。よろししくお願いしますさて本日2月21日、1431年のこの日、ジャンヌ・ダルクの異端審問が開催された日。 イタン,シンモンって何だって感じですけど辞書で調べてほしいと思いますジャンヌ・ダルクって強い女性の代名詞もあって日本でもアニメやゲームのキャラクターでよく使われているんですが、えー、若のにも馴染みのある言葉でちょっと調べてみました15世紀のフランスの軍人フランス国王国の軍人でイギリスとの100年戦争の後半に大活躍しましたそもそも女性の軍人なんてほ,ほとんどいなかった時代 1429年にイングランド軍に包囲された、えー、崩落寸前だったフランスの中部都市オルレアンを守り抜きました、えー、彼女が剣の名手で切りまくったわけではなくて軍旗を持って戦闘に立って兵士の士気を高めていくつかの戦いに勝利してきましたしかもその時わずか17歳なんですよね2年後の今日2月21日異端審問が始まるんですが、えー、結局有罪 というかいたん、いたんだっていうことになってひば火炙りにされました。えー、ジャンヌ・ダルクの位牌はセーヌ川に流されたとされていますが、火炙りにされたのは身代わりで、その後、ロレーヌ地方の領主と結婚して幸せに暮らしたっていう話もあるよっていう話はまた別の機会に。さて、ナ覇町チファンクラブの放送は毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ78.0マガヘルツでお送りたしております。えー、翌週にはには日本全国 世界各地の皆様にいつでもお届けるようになりますので那覇町ファンクラブで検索して過去の番組も合わせてお楽しみください今日も商店街の面白い情報を探しに出かけましょうそれでは始まり始まり セイザこれから二次,次元目を始めます始めます <laughs> はい、えー、那覇町お菓子の時間、えー、いきなり,いきなり先週に引き続きの二時間目岡原、はいえー、先生をお招きして、はい、琉球伝統会社や沖縄の今のお菓子をいろいろ勉強しようというコーナーです岡原先生よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします先生二時間目のテーマは何ですか本日二時間目の テーマはレモンケーキです、はい、レモンケーキ、はい、みんなが大好きレモンケーキですこれざっくり、はい、沖縄に来る前はレモンケーキって言ったらレアチーズケーキレモン味とかを第一にイメージしてたんですよあそのホールのケーキとかそういうイメージですよね、はい、なんかレモン味のするクリームの中にレモンが入ってる このデコレーションケーキというかショートケーキというか、はい、そういうのをイメージしてて沖縄に来てみんなが「レモンケーキレモンケーキ」って言うから何ぞやっていうところからなんですよ実は沖縄の方当たり前じゃないですかちっちゃい頃から当たり前があってみんなが大好きレモンケーキそうでもないっていう前提でというかそんなレベルの人にぜひいろいろ教えてください、はい、<laughs> よろしくお願いします、はい、え萩原さんのじゃあ初めてのレモンケーキの思い出は えでも正直、はい、他かの生活用かもしれないぐらい、えーえー、遠慮してたえレモンケーキをいくつかあったら違うものをとって大体レモンケーキってはいではなくて、はい、いくつかの選択肢であることが多いじゃないですかそうですねかになんか他のお菓子、はい、で、えー、レモンケーキじゃないのを 選んでいたような気がするし<ー>私自身はそんなに記憶がないぐらい<ー>でこの一月以内で食べたんですけどそれがひょっとすると56歳デビューだったかもしれないですけどあそうなんですね、はい、なるほどレモンケーキ実際食べてみてどうでしたかえっと、はい、まあ予想通りっちゃ予想通り、はいえー、結構耳どしまでしたね このいきなり食べたんじゃなくてレモンケーキしら調べてから食べたというか形や色やネットで調べてこんなもんなんだなっていうので食べたのでそこそこイメージ通りだったかな嫌いじゃないけど大好きで自分で買おうかっつうと隣のあの緑のやつを買っちゃいますよ。 えー、結構でも沖縄では本当に行事菓子、はい、お盆だったりシーミーの時には必ずその自宅とかお墓の前でお菓子、はい、詰め合わせの中にはレモンケーキが入ってるっていうのがきょうだいいとこが集まるとレモンケーキ取り合うぐらいの人気商品です。はうはい、でうちののの場合だだとととそ去年お盆か もう3日間で1000個くらい作ってもう本当にお父さんがまだ作るのみたいな感じでそうで買いに来るお客さんもレモンケーキ売り切れると切れるんですよなんでないんだなでもっと作ればいいのにはみたいなはもうみたいな1000個作ってんだそうですそうそうそうほんとに作っても作っても売れる商品でレモンケーキは安定の商品ですねはいこのレモンケーキっていうのを実際に実物 はい、ちょっと説明したいんですけれども、はい、先ほど言ったあのレアチーズとかのイメージがありますが、うん、沖縄のレモンケーキといえばこの銀の,銀の包み紙、はいはい、に入ったお菓子のことをレモンケーキと言います。はいはい、で中身はですねレモンの形をしたような見た目がレモンの形をしたようなお菓子でスポンジの上に、あのー、レモンのチョコレートがコーティングされてます。 ホワイトチョコみたいなチョコレートなんですかレモンの砂糖菓子砂糖えっとですねチョコレートそうですねあの油脂みたいなホワイトチョコと同じです原理としては油とその甘みとレモンの風味が入ってそれをレモンチョコレートって言うんですけどもそういうのが上にコーティングされておりますさてさてはいオレンジバーさん クイズです。はい。このレモンケーキどこから来たでしょうか。どこからきた？沖縄生まれか。一、沖縄生まれか。なるほどね。二、東京から来たか。はい。三、オランダから来たか。さあどれでしょう。これは四。出た。四。中国から来た。 なるほど。レモンっぽくないね。まあ、でもじゃあジャカルタから来た。ジャカルタ。なるほど。でもこれオランダじゃないの？違う？オランダ。東京から来たかなこれ。どうでしょう。一応ですね。はい、正解は東京なんですよ。東京なんだ。はい。 はい、あの沖縄の人でも意外に知られてなくて、はい、発祥は沖縄なんじゃないかなっていう人も多いんですけれどもーはー実はレモンケーキは戦後、えーとですね、沖縄にお菓子がほとんどない時代ですねんんあの琉球菓子前回説明した琉球菓子とはまた違ったルーツで入ってきてます。んんで,です、ね、ここが面白いんですけれどもこの銀の包み紙といえばレモンケーキ。はいで 他のお店でもみんなレモンケーキは銀の包み紙っていうイメージが強いですど,どうしてレモンケーキはみんな同じパッケージなんでしょうかこれすみませんカンニングしましたはい、はい、どうぞ、えー、<laughs> 他の成果所の名販売委員店の沙織さんがから聞いてもいないのにたくさんレクチャーを受けたんですけど聞いてもいないですけど説明をたっぷり受けてこれは沖縄の人がこの包み紙じゃないと買わないから、はい そうですね、<ん>そういう風にやっぱりイメージがもう昔からのお菓子のイメージがあるみたいなんですけれどもこれ,で、ね、これに入ってないとレモンケーキじゃないと思ってんのっていうなんかやっぱりなじみのあるレモンケーキのイメージがないみたいです、ね、最近はやっぱりパッケージこだわったりとかあのされるお店も実は私選ばなかった理由は中身見えなくて。はい 怖すぎた。確かにね。中ね誰かが開けて食べてるところもなかったんですよね。あ、そうなんですね。うん、まあ確かにそう行事ごととかに出席しないとなかなか見る機会がないですよね。行事が終わった次の日誰かの家に行って。 この中からお菓子食べてごらんとかいうのはあったよ、ね、だから一人で全部責任を負うのにはリスクが多すぎたんですよね <laughs> 中身分かんなくて、えー、そうなんですねああそっかそう考えると沖縄の人はねもう自然にこういうもんだと思って買って食べるんで面白いですねああそれは新鮮だあのー、実はですね、はい、この銀の包み紙えー、っとまあ見えるかな <laughs> 銀の包み紙のレモンケーキなんですけれども、はい、えっと 他のお菓子屋さんもみんな共通で銀の包み紙になってる理由が戦後ですねはい、はい、戦後お菓子の組合がお菓子組合お菓子組合が作られましたはいそれで沖縄のお菓子の材料をあの卸している卸元のなしろっていうところがあるんですけどなしろさんが、まあ、その戦後お菓子をえっ、ー、とだろう 作る講習会みたいなものその他のお菓子屋さんに全体でこのレモンケーキの作り方っていうのを教えたっていうのがあの一番最初のルーツもともとは東京で作られてたレモンケーキをちょっとおしゃれだからっていうので沖縄にハイカラなものを持ってきたよっていうことでみんなに広めたんです基本なしろさんっていうふうに言われてますね。あとは あの方をそもそも東京から取り寄せたのは南東青果さんだっていう話とか。いろいろあるんですけれども、やっぱりその前前頭、沖縄前島に広まったのは、やっぱりそういうお菓子組合。っていうのがあって、当時はお互いにこのお店同士が。自分たちのお菓子の技術を上げるために。そのう、名城さんっていう卸元が。その定期的に講習会。今もあんつか、お菓子組合。はないんですよ。ないんだ、はい。 でもその流れを組んで、はい、その時習った袋というかそれをずっと使ってるってことでしょそうですね、はい、<laughs> だからそういう袋だったり、まあ、作り方もみんな同じような形っていうのは、うん、やっぱりもともとそういう講習会を得てみんなが<ー>、はい、あの同じようにお菓子技術を高めていったっていう時代があるっていうそうなんですよこれ、うん、東京から来たじゃないですか、はい、東京でも売ってんのかな今。 えっと東京ではあんまり見たことないんですけど瀬戸内海とか,なんかこのレモンの産地って言われるようなところでレモンケーキをちょっとブランド化してるみたいないお土産として売っているっていうところあるんですけど。 沖縄みたいに地元菓子として食べられてるところは全国的にもないですね深いねレモンケーキ、はい、<laughs> そうなんですこ,<う>ここでじゃあ曲を入れてまた後半ここで曲入ります、はいはい、お願いしますはい那覇町お菓子の時間後半です先生、はい、後半お願いします後半はですね、はい、皆さんあの三時のおやつ三時茶っていうことではい。はい 実際にですね、沖縄のカーシアの町側にあるカーシアのレモンケーキを、シアお菓子屋さんっていう意ん意です。はい、カーシアのレモンケーキを食べてみたいと思います。食べ比べします。イエーイ。<laughs> はい、はい。まず四つありますけど、お菓子お店のお名前を紹介します。はい、えっと四つ街側のお菓子屋四つあるんですけれども、ホカマセイカと、はい、あとは えー、同じ通りにある松原屋さん、松原製菓さんと。はい、あとはですね、高設市場、仮設の高設市場近くにある。末広製菓さん。はい。と、あとは、えー、っと。四代目の。四代目の、あっちの通りの名前なんでしたっけ。浮島通り。浮島通りの。浮島,りの <laughs> 浮島通りにある南東製菓さん。の四つのレモンケーキをご紹介したいと思います。はい、はい。で。 先ほどレモンケーキ銀の紙に包まれているので、はい、なかなか中身がわからないということだったんですけれども、うん、実物もこういう感じですねレモンの形をしてますなんか楕円っぽいもの下が平らで上が楕円っぽい亀、ねうん、っぽい形の上に、ね、これがスポンジなんですよね,そ,うですねそこにさっき言ったレモンチョコがかかっていると。これも作り方は この型があるんですけど型ちょっとそこがある型に、はい、このスポンジケーキの何、えー、でしょう元を流し込んで、はい、それで焼いてほうほうで膨らんでその後にこのチョコをですねつけていくみたいな感じなんです焼いてからつけます<ー>そうそれであのちょっと冷やして固めるみたいな感じのお菓子です 千個作った。はい、食べていいですか。まずははいどうぞ。手ですみません。どうぞ。一個目。これはどこのお菓子屋さんでしょうかとか言って。これ当てるの。元を知らないかな。どんなですか。なるほど。はい。グルメレポーターに。ななってますね。オレンジマングルメレポーター。でもこのレレモンチョコの バランスがいい感じがしますよね。あありがとうございます。どこ、ほかまさんのはい、ほかま製菓の。結構軽いですね。スポンジが軽い感じですなるほどね。はい。これ見た目に違う焼き方の生地が。そう、ちょっとふっくらしてるのと、ちょっとしっとりしてる感じのお店によって違いますよね。はい。あ、なるほど。あ、でもレモンの味はそんな変わらないかな。そうですね、チョココーティングは一緒かもしれない。でも、高さは倍ぐらいありますよね。そうですね。うん。 背の高さ違うけど横に広いから同じぐらいの量そして3つ目今のが松原屋さん屋さんで3つ目がこれ全面コーティングされてますそこにも触っちゃおうはいそこにもチョコがついているという全面これ贅沢ですねどうやって置くのかな塗る時ねそうすごいですよね網に敷いているんだと思いますあこれが一番うん 靴が砂漠にならないから月かもあ、しっとりしてますうんこのチョコ量が多いというかねあ、なるほどなるほどしっとり感そしてこれまた色が違いますねこれだけが銀の袋じゃなかったんですよねそうですねちょっとおしゃれにして南東製菓さん南東製菓さんはいあ生地が一番違う味がしますあ、本当ですかしっとりしてますいや、なんか私も食べてみよう食感ではなく 生地の味が違う変な言い方だと生地にこだわりがあるような感じですねうんこんな4つと比べすごいねこれ目隠しで次いけるかも本当嘘レモンケーキあってレモンケーキソムリエになろうかな私黒糖ソムリエの資格持ってる話しましたっけど 事情なんですけど、うん、え七、ー、つの黒糖を食べ当てられるというね。はい。いやいいで,すね、でも今一つ増えちゃって、八つになったんですけど。あ、そうなんですね。家島が追加で、私がやってた頃から追加で、でも目隠しで。うん、え一、ー、個だけ食べると、七割ぐらいなんですけど。はいはいはい。二個、どれでもいいから、ランダムに二個食べると。正解率が八割五分ぐらいまで上がってです、ね。へえ<ー>。なんか違い <laughs>、こっちとこっち、味、どんだけ違うよねっていうのが。 一個だとやっぱわかり、これもね二個食べたらだいぶ比較しやすい。うん。っていうようなソムリエ講座です。勝手に作ったこ比較ですけどね。でも面白いねこれね。うん。レモンケーキあて。はい。フイズ。確かに。これはどこのお店でも違うな。いくらぐらいで売ってるんですか。大体皆さん、まあうちはひ九十円で九十円から百二十円とかでご購入できます。はい。はい。 そうですねこのこチョコのコーティングも独特ですよねなかなか食べないんじゃないですかこういう味わい、うん、レモンの風味が言われたらあるなっていう感じのそうだね本当に昔ながらな、はい、もうレモンケーキの頭のイメージだからレモンの味だけど、うん、本当に目つぶってちょっとだけ食べたらホワイトチョコって言っちゃうかもね <laughs> 確かに確かに、うんうん、あこういうレモンケーキっていうのも まあ昔からあるので味がほとんど変わらないのに小さい子からあのおじおばあまで食べれるっていうこれはすごい行事 <うん S 2> お盆とかシーミーとかじゃないですかうんうんそれ以外の時は普通のお菓子なの普通のはいおやつとして食べる人もいます <はー S 1> はいあんまりこの沖縄のお菓子の中でも最近 戦後なので琉球菓子とはまたちょっと違って意味合いがあるかっていうとそうではないんですけれども、はい、でも逆に他のもっと乾燥チンスコのようなのがずっと並んでる中でこれだけあったら子供喜ぶよう、ね、なこっちは、ねっね、まあ確かにねちょっと洋菓子風なので、ね、ああ美味しいかもしれないですねでもその人気がゆえにいまだに続いてるってことですよね、うん、そうでですね家族みんなで なんか食べるお菓子があるっていいなっソウルフードですよねそうなるほどねいいですよねこれ家庭によっては取れたてシーカーサーを絞って食べるなんてことないのかな。そんなレモン足りねえよとってレモンをポッカレモンをかけて食べるなんて人あんまいないですよね <laughs> あんまいないと思います <laughs> どうなんうないですかうでもなかなかこの大きさ のレモンケーキが多いですね。はい、<laughs> じゃあ私の家ではこんなレモンケーキの食べ方あるよっていうスペシャルがあればぜひ皆さん教えてください。美味しかった。あ良かったです。うん,ん。<laughs> で他マセカさんのレモンケーキは、はいえー、普通にレモンケーキって呼んでんですよねみんなね。はいはいはいそうですね。それなんかお店で あそっかレモンケーキみんな欲しいから、うん、これをレモンちゃんって違う名前にしたら混乱もあるしつ、ねえー、けられないんですね <laughs> これはお客さんが包装、えー、紙までこだ,わるこだわるぐらいみんな大好きだから、うんうん、か名前なんか変えた日には大クレームで怒られちゃうんですね <laughs> 確かにそうですねうんやっぱり銀紙のそうそう包紙っていうのがレモンケーキの感じですよね、うん、これ賞味期限はどれぐらいなんですか、うん あ、すごい持ちますよ。あ、そうなの。はい。えっと、うちの場合は。え三週間。あ、三週間も持ちます、持ちます。じゃ、チョコレートっていても、これ油脂なので、そんなに溶けたり、夏場でも。全然、状態はいい。へえ、おかしい。これは。そうですね。内地、この四月から。内地へ。お子さんを送る方。はい。三週間あるなら、荷物に入れれます。あ、いいですね。あと、ちょっと余談なんですけど。 レモンケーキ五役先生が歌ってるんですよねレモンケーキの歌五役英章先生がそう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 レモンケーキの歌っていうのがあるんですどんなフレーズなんですか <laughs> あの歌の価値だけでもいいんですけどわかんない、うん、<laughs> 覚えてないんですが <laughs> そうレモンケーキ 日をそれだけみんな馴染みがあるななっていう笑えるネタになるぐらいの重要なやつなんですねすごいなと思いますはい、は<ー>ぜひ皆さんも食べ比べてみてくださいはいここでお知らせです、はい、那覇町ファンクラブでは那覇町を一緒に応援する会員を募集しておりますホームページから入会の登録ができますので那覇町ファンクラブで検索してください入会金年会費は無料ですファンクラブの皆様には毎月一回商店街の情報をメールマガジンで発信しておりますみんなで那覇町を盛り上げていきましょう はい、はい、それでは。せいざ。<laughs> 那覇町お菓子の時間、二次元目を終わります。終わります。 那覇町グッドニュースこのコーナーは街の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです。リスナーの皆様からのグッドニュースを受け付けております。まずはオレンジマンのグッドニュース、さっき聞いたんですけどね、えー、知り合いのお子さんが、えー、沖縄高専合格しました。今日発表日だったんですけどね。おめでとうございます。ますえー、h 君おめでとうございます。ます <H S 1> 頑張りましたね。いはい、おめでとうございます、えー、また、他の一般高校は試験。 十二日後ぐらいなんですけど、おお、皆様頑張ってください。そして、今日のグッドニュースのお届け人は、えー、那覇市まちづくり共同推進課の渡嘉敷博美さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。博美さんの、じゃあ、あグッドニュースからお願いします。グッドニュースですか。はい。えっと、今、あの、那覇市で、はい、あの、議会中なんですよ。そうですよね。はい、皆さんお忙しいんですよね。はい。で、あのー、結構、あの、私たちの、あの、市民。 活動というか、まちづくりへの質問が多くて、ですね結構多くて、忙しいやいいあの共同っていう言葉のネクストステージ、はどどどんなステージなのとかですね、いろいろあお声を寄せ、議員の方が質問してくれてるってことなんですね、だからちょっとあの関心があるなと思って、まあグッとニュースにしちゃういいいい方向に向かっているよね。 追い風ありますね、うん、ありがとうございます、はい、えー、というな町づく町づくり共同推進課の十佳敷裕美さんですが、はい、えー、今日本当は大告知に来たんですよね本当は大告知に来たんですけど、うん、今日はまずは小告知というか残念なお知らせからいきましょうかねはい、はいはい、すみませんえっと明日ですねえー、2月の22日に予定をしておりました、はい、メカルフェス2020、はい、というちょっとあの 大きなイベントを予定していたんですけれども、はい、残念ながらあの新型肺炎コロナウイルスの感染の、まあ、えを防ぐためにもうこれは中止しましょうなるほどということで中止が決定したという残念なお知らせでございます。はい、これでも、はい、来年やりますかね。 年一ぐらいにやってもいい企画ですよね今年中にやろうと思ってはいて今その実行委員会ではそういった話をしていますねいつ中に今年中ですね今年中はい。今年度中じゃないですよねまあそうですね本当はまあ8月9月ぐらいにはできたらいいねっていう話をしてますねこれメカルフェスってそもそも初めて聞くじゃないですか初めて初めて言ったと思うんですけど初めて考えてるんですよこれ三団体の合同ほにゃららなんですよねそうなんです3団体はどこでしたっけ三団体 というか3施設なんですけど、はいまあ、那覇市民共同プラザという建物がありまして、はい、でその隣に IT 創造館あ,ありますね。市 IT 創造館とでまたその、まあ、後ろぐらいにあの那覇市の消防本部という3つ、はい、那覇市役所の所有の建物施設があるということで、はい、ちょっと3施設もお隣近所同士ちょっと合同で。 まあ、自分たちの,あの持ち味を出したですね、うん、え出し物をして、まあ、市民の皆様に知っていただいて、まあ、利用していただきたいという趣旨であの企画をしました。<laughs> これでも消防… <laughs> 局消防本部が絡んでるイベントは今、しづらいですよね、やっぱり、ね、れその場合じゃなく、万が一に備えましょうの方に第一優先ですよね。だから、まあ、それはちょっと、もし何かあったら、あの災害があったら、もう消防はいなくなるよっていう全そもそも全ね、まあ、火事の時はいなくなる、はいね、消防訓練の時もそうなんですよね、はいはい、消防訓練の時も、万が一の時はやりませんっていう。はいはいまあ、それは断りをしつつ、うんうん、まあ平時何もなければ、あのいろんな消防車を、まあ、 子どもたちにちょっと試乗しようというかあの乗ってもらったり説明したりまあ体験してもらおうというような格好でえ一応考えていましたねこれ、えーはい、今から話すはもう一旦中止になりましたから明日喜んでこないとでもやろうとしていたこと素敵なことたくさんあるじゃないですかそうなんですよこれやっぱり学生による活動発表、私はちょっとだけ絡んでるんですけど、はい、素敵ですよね、これ。はい そうなんですよ那覇市内の学生あの高校もすごい,い活動をしていて、はい、それを一堂に集めてですねあのリレー形式で発表会っていうのも企画していたんですね、うんはい、せっかくだから高校名となんか言っちゃいましょうかね、はい、そうですね、はい、まずまあオレンジマンさんが関わり、はい、のある沖縄小学高等学校ですね、はい、地域研究部の皆様だったり<と>町探検のものね街戻,戻しの企画を発表してく、ね、ぜひ聞きたかったですね、はい あとは那覇国際高校の、はい、まあ課題探究授業っていうのを今力を入れて、ははい、那覇国際高校をされているので、その発表だったり、ですねあとは江南高校ですね、はい、インターアクト部。そんな部があるんだ、まあ。那覇高校もインターアクト部ありますので、はいえー、ありますあとはあの専門学校、沖縄写真デザイン工芸学校さんですね、はい、だったり、あとは那覇市子ども会育成連絡協議会ということで、各学、えー 学校の子供さんたちが集まったジュニアリーダーの活動っていうのもありました。六、うん、団体ですね。これ那覇中の生徒もいたんですよね。はい、はい、そうなんですよ。残念だね。この、はい、お私の関わる沖繩の地域研究部の子たちは頑張ってデータ。 なんですね、このスライドデータ、やっと出来上がったとこだったんですよっていうのが来てました。ねそうなんですよ、皆さん。本当に、あの、お互いの発表し合って、えっと、で、交流して、知り合って、また、あの。大人の皆様も聞いて、で、なんか一緒に、で、今後連携していけたらいいよねっていうの、あの、まあ、期待していたんですけど。いいです。でも、ね、彼らの活動は、ちゃんと地道に続いているというか、素敵なことなので。 えー、応援したいですねですしまたあのちょっと今はコロナの影響があるんですけど、はい、またちょっと時期収束したらあのまたもう一回これできないかなと思ってですねこれそういう活動はそれぞれしてるから一緒になって交流するとまた違う何かが生まれそうですよねもともと知り合っている学校もあるかもしれませんけどはじ、うん、めましても結構あるって聞いてたんで、まあ、い,いい刺激になるんじゃないかなと思いますね。うんうん、はい えー、素敵でした、はい、えっともう一個スペシャル企画を紹介するとしたらどれでした西浦博人さんおおなるほど、あのーまあ、西浦博人さん自治会長そうなんですね松島自治会の自治会長でまああのー、若い自治会長さんなんで,でまた、あのー、別の顔を持っていて、はい、演出家そうですよね、はい、舞台演出とかされていますし、まあ、ちょっとあのーこ なんか面白いですよね自治会長って結構年配の方が多い中でなんかすごい改革していくような感じなんでうん、うん、ぜひ話も聞いてみたいですよね。これどっちか違うこれ航空まちづくり協議会の方に、はい、みんなそういう枠組み、うん、新しい枠組みっていうのでうん、うん、自治会は自治会で頑張りましょうであるんだけど。うんうん 若い人が自治会をなんとかしようっていうのはすごいですよねすごいですよねこれはああそう。しかも演出家なんでどう自治会<お>自治会を実施するんだっていう演技指導していくんだとそれは違ったんですけどあ,あでもそういうことですよね, <laughs> ねそれぞれが役者というかそうです、ね 活躍する人たちなので、どう活躍させるかっていう演出するってことですね。まさにプロデューサーとしての手腕っていう。ここでこう振り向いてとかそういう演技じゃないと思うんですけど、ね、それぞれの人の活躍の場を作っていくという演出をされてるんだと思うんですけど、ね、素敵ですね。まあただ今回は残念だから明日はできないんですけど、うん、まああの今後あのまあやろうと思ってるので、はい、また挑戦していきますねま。もしその時はお願いします。はい。続いて。 えー、報告会が何かあるででしたっけあそうですね那覇市の,その助成金ですね市民活動をされてる団体様に対しての助成金をもらって、はいまあ、市民活動新事業っていう事業名なんですけど、はい、それの,あの皆さんの,この今年度の活動報告を、はい、予定してまして一応あの3月14日土曜日なんですけど。はい 報告会を那覇市民共同プラザでやりたいなと思ってますこれ私ももらってる私たちももらってチーム街中のやつですよねありがとうございます、はいえー、今一生懸命報告書作っておりますというかやったインスもう出来上がってるんですけど印刷をどうやって安くするかを悩んでましたね今 <laughs> 結構ね80ページぐらいあったねカラーにするのどうすんのとかでいろいろ揉めてましたよね、はい、市民活動支援センターの印刷使われたら安いですよ,そ,うですよ、ね、でそれが80枚で ホチキス止まらないよねとかそういうレベルのことをいろいろ考えて製本なのとかしていましたでも結果、はい、お,お邪魔するというかお借りしに行くことになりましたね活用してください、うんはいえー、とこれは去年や一昨年もやっている助成金をもらった人たちがそれぞれ発表し合ってそして交流していくというような場ですよね,ですね、はい、去年も良かったですよね。うん、全然記憶飛んでますけどよ <laughs> 一昨年の頃高校生のやつは良かったです良かったというかあ、去年かそれだ良かったですもちろん自分たちで頑張ってました3月14日と言われて去年じゃないですそれはい。3月よろしくお願いしますちょっと違う話どうぞこの間そちらの那覇市民共同プラザ行ったんですけど何で行ったかあ思い出した町京の集まり まちすぐり協議会のなんか代表者会議じゃないなんか交流会みたいな会がありましたねあってそれはそれですごい楽しい会だったんですが盛り上がってましたねすごくでちょっと会議終わった後二次会には行かずに先に帰ったんですけど先に帰るときにえエレベーターの手前ぐらいでなんかう目立つそうなんですよ女性勤情報 ってちょっとスケベ心ゴゴで見てみたんですよね。どうかななんて見ていて私勝手にバナナ基金って呼んでるんですけどチラシの表紙がバナナになってるやつ。お米のほうがおも面白そうと思って撮って、はい、で那覇青果社会貢献事業ってやつなんですよね。ささん、はい、八百屋さんのおこれバナナを買った時売ったた売に一個、うん 何円かの貯金をずっとしててそれがたまったのを社会貢献しましょうといことで,で自然環境保全部門と希少生物の保護育成部門えっていうのがちょっとかなりスペシャルかなな マニアックなというかとても手つけられないなだったんですけど3つ目の児童生徒の食生活教育部門っいうのがあったんですよ。私今、児童クラブの一緒に活動したりしてるんですけども児童クラブの子どもたちに食生活うまくなんかレベル上げたい食育ですよね教育させたいなって前から思ってたんですよね。素晴らしいでも 日々、おやつ実は今は那覇小学校のとある児童クラブなんですけども雲地小の時は人数すごく少なくてうち、ん、の娘が行ってた時は週に1回必ず手作りおやつがあったんですよ。<ー>もう支援員の先生方が一生懸命頑張ってくれたんですけどい,す、ね、おいろんな、うんえー、メニューだったりいろんな作り方いろんなので<ー>本当に愛がこもったのが。 ものつだと思ったんですねでも今はやっぱり人数も多いし買ってきたお菓子を袋菓子を分けるとかチョコになってるとかそういうのだけだったんですよね。このお金あったら何か違うことできるんじゃないかなっていうようなのを実はもう出したんですけど。素晴らしい何するんでしょうここであ、高橋さんだから是非伝えたいんですけども。 私の別ルートネットワークというか、町側ネットワークを使おうかなと。いいねはい、で、待、え、ち、ー、ゼミ、はいこれ、この補助金、うん、やっぱりただお金、ちょうこれ他の人に真似されたらどうしようかな、ほ他の人に <laughs>、えー、真似されるのもなかなか難しいつながりがあるから、まあ簡単。ただ、うん 高いお菓子買いました、うん、手作りのお菓子買いましたとか、えええー、ここだとフルーツ買いました食べさせてください、うん、食べさせましたそのお金くださいだったら、うん、ちょっと払う方も面白くないですねなんか払いたくないですよね <laughs> <laughs> もうちょっと工夫したいですね、うん、で,すよねで、えー、町ゼミで、うんえー、ノーレンプラザのとあるお店がおお そういうい旬の果物の話をずっとしてくれてたんですよ。あ私もそこに行って受講したというかし,い、えー、していて、うん、旬の果物を食べるっていうのはこういう美味しさあんだよ。今は作り方の方が工夫されてうん、うん、年中スーパーに並んでるけれど市場、うん、に並んでるけれどもうん、うん、本当の旬のものはこれだっていうのを意識しよう。そ、ね、そしてそれを食べたら本当に もっと美味しいんだよとかいうのを学ぶことってすごい食欲だと思うんですよねすごい良いと思います目利きというかで、それと合わせてこの市場の流通の仕方なんかをバスツアーで見学に行きましょうみたいないいじゃないですか行かせてくださいっていうのを企画書いて出したんですけどね素敵参加したいですそれはい。なかなかそういうルートで私の口に入るのか新鮮なものが そうなんたい単か心くすぐられますね。はい。で、このノレプラザのお店の方も、クンそういうのクンチーさんですけど、クンチーさん一緒に頑張りましょうね。彼が町ゼミの時にこの市場見学ツアーもしますとか言ってたんですね。自分自分でしたいって言あ、それ子供たちを連れて行ってほしいなというか、その。 バス借りるお金ちょっと助成してくれませんかとか中央卸市場からこのどうやって町側に来てとかそこからの流通ルートを追っかけるみたいなそうですねその講師をこのクンチーナさんにお願いしようといういこれあんまり通る前にネタバレするのもあれですけど 通ってもいい,い,いまあライバルたくさんいるんで他にいい企画はあれですけどえ当選に値するかなと思ってマッチセミの目玉企画になるんじゃないですかそうですよねこれちょっと子供だけじゃなくて大人もめっちゃ行きたいですこれいいですよねっていうようなのを考え実際先週出したのは3日ぐらい前なんですけど今週すごいこれ頑張ってたんで きっかけをいただいたのは、これ、そうなんですよ、那覇市の支援センターにはたくさん助成金情報を集めてるので、ぜひ、チラシもいっぱい置いてますし、取ってもらうのもそうですけど、あと、ホームページの方でも集約しているので、今だったら、この成果のやつは、もう今月いっぱいで終わりですね、来週のですね、あと、今、コープ沖縄さんの、それが今日実は今日まで、5時だから、あと1時間ちょっとで終わるんですけど、そういう、 締め切り近い順にトップにしてずらずらと並べているのでうん、うん、ぜひ覗いてみてあの会うのも活用してほしていこれ、えー、いろんな女性のされ方だったり、はい、資料あこれいいなと思ったのは、うん、今年は東日本だけだよとかいうのもあって 1>, あ<ー>1年おきに。なるほど 来年は西日本だよとか、なんか、そんなのもあったりして。公平にって感じですね。なので、情報をちゃんと集めて。そうですよね。ここぞという時に、出すと言いますかね。もう助成金っていっぱいあって、そういう民間のとかですね、よく新聞でも。授賞式とか、なんとかってあるじゃないですか。本当に、これ知らないと損するなと思って。てですよね。もう、ぜひぜひ、さっきの企画も。ちなみになんか、なん、タイトル何ですか。ええと。なんとかバスツアーです。 こ旬の果物で学ぶ食育とかそういう感じですねいいですねそんなことまで言っちゃっていいのかなさっきはレモンで盛り上がってましたからねレモンつながね旬の果物。レモンバナナ来たんでありがとうございますこれで取ったらまたご報告させていただきたいと思います頑いありがとうございます今日のグッドニュースのお届け人は那覇市まちづくり共同推進課の渡嘉敷ひ美さんでしたどうもありがとうございますありがとうございました 78.0 zero F M. Naha. Your radio station. オレンジマンの町チガークウィズと加、うん、しきひろみ、そのままよろしくお願いします。ったたたえっとこの間円卓会議<あ>ご一緒しましたよね。道歩いてたら声かけられましたね。はいまあ、オレンジのカバンでバレたんゃないですか。で、この町チ関連の円卓会議だったんですけど、はいえー、テーマが 町側が食文化の発信地となり、あらゆる来外者に受け入れられるにはどんな取り組みが必要なのか、うん、っていうやつでしたね。はい、そうですよね、はい。那覇町振興課が論点提供者で、はい、まあパッと見ると市役所の人多かったですよね。うん、結構多かったですね。告知ちょっと遅かったですね。ちょっと遅かったですね。広報を取れなかったですね。ねうんはい、で、はいえー、これ何のためにやるかっていうと、はい、沖縄の食の魅力発信拠点。 事業に関わる街歩き基本構想こういう基本構想食文化に関わる街歩き基本構想を来年度2020年度に立ち上げると構想を立てるとそのための情報収集だったりスタートアップってことでやられたみたいですよね。そうでしたねこれ面白かったしいろんな視点がありましたよね。そそもそもやっぱ 大ベースには公設、うんえー、市場の建て替えがあると思うんですよ。すはい、このお金かけて何かしよう,うよっていうことにはね。でも今までのじゃなくて新しい市場を公設市場一地町公設市場を食の発信基地にするというようなものがあって、ねうん、じゃあそこをベースに。 いろんなところを食べ歩きする、飲み歩きする、買い歩きするっていうのを。お、買を起こすような仕組みをっていうのがテーマでやってましたね。これ。面かった。高橋さん、何、面白かったです。あの、もう、ちょっと、あの、立教大学の先生の新田さん。はい。新田先生が、まあ、まず、今のトレンドみたいなところから話が入った。のいきなり厳しい話でしたね。はい。小売りはもう役目が終わったよっていう。あれですよね。そうそうそう、もう時代的に。 もうイ,ンタインターネットでいくらでもものは調達できる時代だから、うん、まあやっぱりちょっと物販は厳しいよねっていう、うん、まあこれはもう日本全国どこの商店街もそうだということで、うん、まあ今から食だねっていうところで、うん、やっぱ賑わってる商店街は食で盛り上がってるというトレンドをまず話されていたので、うん、なんとなくもうそ,のそのかその,時の話がずっとそういうのをベースに進ん,んでたかなという感じはしましたねでもおじゃあ全部を食事 うん、にしましまょうって言ってて言、うん、カツ丼の食べ歩きってなかなかしないんでっやっぱ違うお店もあってもいいっていう話になりましたねで、うん、結局いろんなお店が専門店しかりいろんなお店がやっぱあった方がいいんじゃないっていう娯楽だったり、うん、あの時間をやっぱ使うにはいろんなコンテンツがないと、まあ、ちょっとしてのやっぱ魅力は成り立たないんじゃないかっていう視点もあったのでうその通りと思いましたけどね。こ、うん、これでも情報発信いいこの なはまちファンクラブ、今の放送もそうなんですけど、うん、これ、町が魅力再発見って毎週言わせてもらってるんですけど、うん、町の魅力を発見して、再発見して、発信するのが大事だよって、新庄さんも言ってましたね、結構、この地元の人のこのアンテナっていうか、感覚をちゃんとあの発見する目を養えっていうような、うんうん、またそういうあいい指摘もありましたね煮つけの話、面白かったですよね。 煮つけ、彼、ブームというかマイブーム煮つけだってことでいろんなお店で煮つけを食べるとかそもそも煮つけっていうのはとある年齢以上じゃないと食べないじゃ食べちゃいけないと若い頃は思っていたとでやっと私もその年代になりましたって言って実際食べると美味しくてお店の味もいろいろ違うのが分かったりしてそれを食べている人のトークまでもがアンテナに引っかかるというか。ね なんですかねこのおばあちゃんたちが煮つけをゆったりと食べているこの食堂の空間、うん、これってなんかすごい貴重な時間と食べ物と空間じゃないかということの発見を地元の人がするっていうのが面白いああああいいですよね、はい、でもこのにマイクが悪かったんですかね。うん 見つけと見つけが全然聞きて見つけを見つけようとか見つけた見つけようとかなんかおおしじょさんのねちょっと遠くの特徴が出てましたねで何言ってんだって正直思ったのもしたんですけどでも素敵なあれでしたよねこの後とどう進めていくかはそんな話はここでは出なかったけど楽しみですね発散というかあのきっかけでしたね入り口でしたねこれであのホテル ハイアットさんの社長さん支配にすごいっすねこんなとこ来るのもすごいけどいろんなことを言ってくれましたね言ってくれましたねドンペリ教祭行きたいですか行きたいです安いですよドンペリ飲み放題でいくらでしたっけ3万円ぐらいでしたよねでも東京じゃバ十ね、イバイって感じでしたよね飲み放題クリスマンスでも某 A 社にはその件が A 社には A 社には翻訳をしている語学研修している A 社には剣が、ただではあってこないんですよ、剣がいろいろ購入されたりしてどうするなんていうのがあったので、行った人が身近らにいましたね、相当飲む気でいかないとしんどいですよね、3万円の剣だとかね、それはそれで楽しそうなことでした、は。い これとってもいつも頑張ってくれているテイストオブオキナーのご役さんとかねやっぱ大人の目というかなんかちゃんとした考えを持ってやってますよねご役さんねやっぱ先見の目というかいろいろ考えていらっしゃいますねもっと応援したいななんて思いました丸太島の話とかも出たりいろんなこと見てるし香港の話なんかもされてましたし でもそういうのを話を生かして、えー、実際に進んでほしいななんて思います。 ましたそうですよ。これが,が肝心ですね、はい、スタートしたって感じですね、うんはい、だいぶいい時間になってまいりましたえ、うん、今モノレールにはもモノレールの曲が流れておりますリスナーの皆さんモノレールになったらぜひ三重橋駅で降りてくださいそこには沖江通りがあります駅前広場の向かいにはこの FM 那覇のスタジオがありますのでどの番組もガラス越しで見学自由ですので楽しんでいただきたいと思います楽しんだ後は那覇の商店街でお買い物も もっともっと楽しんでくださいそれではそろそろお別れの時間です町が魅力再発見那覇町ファンクラブこの番組や那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしましたましきさんありがとうございますありがとうございましたはいまた来週